どういう流れでタッケンになるかってですね、皆さん覚えていますでしょうか合格した後登録するのかどうかっていうことを悩むんじゃないでしょうかレックさんやタックさんを使って合格する人の多くはですね、不動産業界の人ではないそうです。従業者名簿にですね、自分の名前が記載されていないとですね、執務経験にはなりません。登録までに時間がかかるからです。田川女性措置の不動産大学。 不動産業界じゃなくても登録はした方がいいのへーん。ということで、このチャンネルはシャドウ参考書だけで9つ資格を取った、元上場企業のトップ営業マンである私が、宅研をはじめ資格取得に役立つ情報を発信するチャンネルでございます。ということでですね、宅研に合格してもすぐに資格を使わない人や、これからですね、転職活動をするという方もたくさんいると思います。実際ですね、レックさんやタックさんを使って合格する人の多くはですね、不動産業界の人ではないそうです。そういう方ってですね、合格した後登録するのかどうかということを悩むんじゃないでしょう こんなコメントをいただきましたこちらです馬場さんありがとうございます自己採点した感じ合格できるかもしれないのですが現在 IT 業界で仕事をしています将来不動産業界に行く可能性はありますが登録や宅建証の交付はした方がいいのでしょうかアドバイスをお願いしますということでございます同じような疑問をお持ちの方多いんじゃないでしょうかまずですね結論から言いますズバリできれば登録まではしておいた方がいいですこれ詳しく解説します そもそもですね、宅建に合格した後ってですね、どういう流れで宅建師になるかってですね、皆さん覚えていますでしょうかここですね、忘れちゃダメですよ。これですね、流れを説明するとこんな感じになります。まずですね、合格したら実務経験が2年以上あるかどうかで流れが大きく変わります。 ある場合はですね、そのまま登録に進むんですけども、ちなみにですね、従業者名簿にですね、自分の名前が記載されていないとですね、実務経験にはなりません。そんなの大丈夫って思うかもしれませんけどですね、意外とですね、中小企業の場合は、従業者名簿に名前を記載していないケースがありますので、事前にですね、会社に確認をしておいた方がいいと思います。実務経験ない場合はですね、登録実務講習を1日または2日にわたってですね、受けて、修了試験に合格する必要があります。結構めんどくさいです。これはですね、先日の動画でも触れております。これで初めてですね、登録申請ができるんです。 THANKS FOR JOINING US. で、登録してからですね、宅金書の交付申請をして、宅金書の交付を受けるんですけれども、この時にですね、合格から1年以内であればそのまま交付できるんですけれども、1年を超えている場合に関しましてはですね、ここで法定講習を受講してからじゃないと交付申請ができません。はい、めんどくさいですね。こういうことになっちゃうんです。だからですね、早くやらないとこの辺めんどくさいです。このような流れを経て、やっとですね、取引障がですね、交付されまして、重要事項説明ができるようになると、そういう感じでございます。でですすからですね、結構 めんどくさいんですで、宅建業者に勤務しているんであればですねここまでの手続きをですねすぐに全部やるっていうことがですね大切なんですけどももしですね資格を使う予定がない方とかですねこれから転職活動するっていう,ような場合ですねどこまでやっておいた方がいいですかっていうことをよく聞かれるんでですねここでお答えしたいと思います先ほど私がですねお話をした中のですねこの部分登録ここまではした方がいいです理由はズバリ登録までに時間がかかるからです これ大体ですね、登録が完了するまでにですね、早くても1ヶ月から2ヶ月ぐらいかかるんです。なので、もしもですね、転職活動をしている時にですね、企業側としてはやっぱり即戦力が欲しいんです。もうすぐ働いてすぐ充設できる人をですね、求めているっていうケースが結構あります。で、面接の時に、宅券についたですね、登録手続きをどこまで進めているかっていうことをですね、確認されることがあります。特にですね、直近の試験に合格している人を雇う場合に関してはですね、ここを必ず確認します。これですね、何もしていないとですね、今から手続きを開始するってなるとですね、入社するまでに宅券しを されなないののででで企業側としててははすすねそこの部分でうーんってなる可能性はあります特に中途採用の場合はですねもう即戦力すぐに重説切れる人をですね求めているという場合がありますので今から交付申請しますとかですね言うとうーんってなっちゃう場合はあります最低ですね登録までしてあればですねそこから比較的スムーズに交付申請はできますのでできるだけですね卓球し登録のところまではですね済ませておいた方がいいんじゃないかと思いますちなみにですね登録にはですね登録手数料がです、ね、3万7000円かかります、ね、結構高いんでございますでもそれぐらいはするんです 以前コメントでですね就職してからですね登録した方が会社から補助が出るっていう話をしている方がいらっしゃったんですけれどもちなみに私がやった上場企業ではですねそういう制度は当時ありませんでしたまあ、宅球に関してはですね個人資格なので資格の維持にですね会社がお金を出すっていうケースはですね非常にまれなんじゃないでしょうか、まあ、手当が出るっていうケースはあると思いますけれども就職前に合格した資格のですね登録手数料を補助してくれるっていうような会社はですねあんまり聞いたことがありませんなので基本的にはですねできることであれば登録まではですね先にやっておいた方がいいとは思います さあ、突然ですが、ここで問題です。どこまで手続きを進めたら、名刺にタッケンと書けるでしょうかはい、皆さんこれ分かりますでしょうかまだですね、タッケン登録してないのにですね、名刺にタッケンとか書いちゃダメですよ。これですね、基本的なことですが、タッケンとは、覚えてますかタッケン証の交付を受けた人のことを言います。 つまりですね、交付まで受けていなければ、名刺に宅検士とは書いちゃダメです。もしですね、まだ登録しないとかですね、登録までで止めておくという人の場合は、名刺にはですね、宅検試験合格者っていうですね、ちょっと格好悪い表示しかできません。非常に微妙でございます。な一生懸命合格者っていうのはアピールしたい感じの名刺に見えちゃいますけれども、現時点ではですね、まだ登録していないという方に関しては、まだ名刺には表示できません。名刺にですね、宅検士と書きたいのであればですね、合格発表があった後にですね、登録をして、宅検証の交付を受けてください。そうすれば、名刺に卓 と書けますちなみにですね交付まで受けた場合「宅検証」はですね有効期間は5年でございますこれはもう試験でやりましたねで宅検証の更新に関してはですね交付申請前6ヶ月以内に行われる法定講習というものを受講しなければなりませんまだ少し先の話にはなりますけれども宅検証の登録をしている都道府県のですね宅検協会から登録しているですね宅検証本人の住所宛にですね更新並びに法定講習受講のお知らせはがきが届くようになりますちなみにですね私これ昔うっかり見落としていたことがあります これですね、十分注意してください。で、更新時にかかる費用、これがですね、まあ現金で1万6500円かかります。ね受講料が1万2000円とですね、交付手数は4500円かかりますで。このようにですね、交付を受けると5年ごとにお金がかかるという点だけはご注意ください。このお金がもったいないっていう人も時々いるんですけども、ちなみに行政書士の場合はですね、1ヶ月あたり、最低でも6000円かかるんですよ、東京都行政書士会の場合。これ政治連盟とか加盟するとですね、7000円かかるんですで。毎月かかるんですよ、これが。ね、事業者のですね、資格の維持にはお金がかかるのは当然なので、そのあたりは ですね、理解しましょう。宅研士になるんであれば皆さんは使用者になりますので資格の維持にはある程度のお金がかかります。今日の動画が役に立ったという方はぜひグッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。サブチャンネルの方も,もうご好評いただいております。皆さん本当にありがとうございます。まだ見てないという方はぜひ、ね、概要欄のリンクから飛んでいただいてサブチャンネルの方をですね見てください。賃貸不動産経営管理支部もし今年試験を受けないという方もですね、もう非常に面白い内容をやっておりますので見てください。ちょっと編集のテイストもですね、このメインチャンネルとはちょっと違ったテイストになっておりますのでぜひ見てみてください。ということで合格 したらできるだけ登録まではしておきましょう名刺に書きたいのであれば交付申請まで受けておきましょうということでまた明日